スインガー TV、スインガーです。ってことで、本日の試合、ついばロッテ・マーリンズ対東京・読売ジャイアンツ。えー、結果の方は、4対3で、ムーリンズギリギリ、ビクトリー。はい、ということでね、えー、今日は、えー、ネフタリ選手の素晴らしいスリーランホームラン、トシ君のタイムリー、タネイチ選手、好頭で終わるかと思いきや、 えー、まさかの9回の裏ドタバタしてしまいはい勝ったもののなんか <laughs> ちょびっとだけ締まりの悪い試合となりましたまあ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 連敗止まったけんいいでしょうはいということで今日の試合の方を振り返っていきましょう、えー、今日の選抜ピッチャーはナンバー16熱木種一でしたはい種一選手今日の、えー、ヒーローインタビューでも上がった通りね憧れである東京ドームで投げ出たことにね えもう非常に嬉しく思っておりますということで、種内選手、今日のピッチング内容ですね、8回124球、ヒ被安打4三振、9つフォアボール3つということでね、えー、種内選手のピッチング自体はね、まあ、絶好調といえば、まあ、そうではないかなと、はい、ただね、ランナー出した後の種内選手のピッチングが本当に神ピッチでした、150キロ超えるストレート、しかもね、球威がね、もうイケいイケだったんでね。 厳しいボールのところを、ね、打者が捉えることができずっていうベンチ選手ね、ね本当にあれですね、はい、タイピンでしたね、はい、これこそタイピンですよ、はい、1回の裏、ですね、えーまあ、ヒット、えー、ワンアウトからヒット打たれて、ツ、ま、ー、あ、アウト一塁の場面で岡本選手、えーね、ホームランも十分あり得るところで、フ、え、ォ、ー、ークボールで空振り三振をとっていきましたと、はい、そこがまず良かった。はい えー、先制点を、えー、取られずに済んだっていうところがかなり大きかったですね。はい。それと六6回の裏です。6回の裏が一番ヒヤヒヤしたんじゃないかなって思ってます。はい。ヘルナンデス選手ヒットで、えー、吉川直樹選手フォアボール、ノーアウト1、2塁ですよ。はい。えー、そこから岡本選手三振、えー、坂本選手サードゴロ、そして昨日打ちまくった立岡選手を空振り三振ということで、はい。ここよ。もうここもね、はい。 一、二塁の場面からのワン、ツー、スリーがね、非常に良かったです。はい。谷内選手、吠えてましたね。はい。ナイスピッチングです。そして、8回の裏もね、良かったよ。だって、ね、100球超えてます。ちょっと疲れてます。はい。そんな疲れてる素振り、一切ね、見せてなかったです。はい。えー、丸選手、フォアボールでね、どうなってしまうかとね、思いましたけども、えー 2アウトまで行って、はい、途中で暴投しちゃうんですよはい <laughs> マジかよと思ったんですけどもまたまたね岡本選手、えー、空振り三振はい今日はなんとね岡本選手をノーヒットに抑えましたはいそこがね今日でかかったですはい種市選手ね今日で、ね、4勝目ということでね今日の試合を皮切りにどんどんねエンジンを、えー、出力をね 上げていったらいいかなって思ってますタネジ選手今日はよく頑張りましたはい、っていうね、えー、そんなこんなで、えー、今日先制したのはキバロッテモリンズでしたはい、4回の表ですねポランコ選手ヒットベイナーヒットで、ねえー、ノーアウト一二塁の場面ではネフタリ選手の、えー、久々のチュリーランホームランで3対0と先生 選手のスリーランホームランだけでは終わりませんでした9回の表、はい、さらに追加点ここの1点がかなりでかかった、はい、岡選手のヒットでランナー出塁ベイアンが、えー、バント失敗してネフタリ選手ライトフライでツーアウトと、はい、ツーアウト2塁の場面でトシ君レフトへのタイムリーツーベースで4対0、はい このとし君のヒットがなかったら今頃試合やってたかもしれませんでしたはいようやったと思いますとし、はい、君ナイスヒットですはいで9回 <laughs> 9回ですえ今日1軍登録された横山くんがバンド上がりましたはいえ2、ー、アウトまで取るんですけども、はいえー、2失点ということで、はい、2軍で何を学んできたのかはい ちょっとね1軍で結果出さないと意味がないんで、はい、横山くんこのままだと八木君に負けますよ、はい、頑張りましょうで、えー、結局1イニング投げれずに増田選手に変わりました、はい、増田劇場でしたね <laughs> 今日は、はい、まあでもね1アウト取れたから、はい、まあ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 、まあ、次こそ三者問題で抑えてくれるでしょう ま、今日ちょっと試着の方がね。短いかもしれませんが、はい、あんまりね。あの言うとまた苦情が出そうなんで、もうこれ以上は喋らないようにします。ってことで明日勝って練習しましょう。以上、スイングが tv でした。